そしてイカれる怪人にあえて挑む無謀なバカ、あもとい人類はこの男だ。人類史上最強の剣士は誰か。車たちで平家を切り破った鞍馬山の鬼源義経か。皆武田信玄を恐怖させ新影流を起こした戦国の剣聖上泉伊勢守信綱か。皆幕末の名人司馬周作が生涯かなわぬといったおとなし剣の使い手高柳又四郎か。皆あえて言おう、この男こそが最強だと。なぜ敗者たるこの男が史上最強なのか。飛剣つばめ返しその技ゆえか。我よりも武蔵を愛した神への復讐心ゆえか。いやいやいや、違う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 、そうじゃない。敗れてなお前へ、最強へ、死してなお一歩また一歩と最強へと近づいていく。今なお最強へと歩み続ける史上最強のルーザー。